ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、警察が認めざるを得なかった心霊事件の話など5話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、当時警官だったじいちゃんの怖い話する、占い、春休みに夜行列車に乗った、痩せない理由、あなた私が見えるんですか？だ。警察関係の話もあるのね。ちょっと前に紹介したのも怖かったよね。今回の話も怖くて不気味な話だぞ。それでは聞いていただこう。当時警官だったじいちゃんの怖い話する。多分80年代の話だったと思う。何年の何月何日かまで話してくれてたけど、詳しい日にちは忘れた。風が強くて雨の降っていた夜とのこと。初に若い女の子から通報があったみたいで、じいちゃんはマンションに向かった。通報を受けた警官から話を聞くと、いまいち容量の得ない内容だったが、とにかく切羽詰まった状況のようで、うちに誰かいる、怖い、すぐに来て、と繰り返し、反響欄の様子だったらしい。しかし、住所を聞き出したタイミングで、電話は切れてしまった。電話が切れる直前、電話越しに大きな物音や悲鳴が混じっていたので、強盗や殺人の可能性もあると考え、じいちゃんと他数人の警官たちが、現場までパトカーで急行したということだった。現場に着いたじいちゃんたちは、すぐに異常に気づいた。まず、電気が一つ残らずつかない。人の気配もない。家内を捜索すると、争った形跡があるが、静まり返っていたらしい。しばらく捜索を続けると、クローゼットの中に、小さな女の子が一人と、冷蔵庫のそばで男の子を一人発見した。保護された子供は、警官に連れて行かれた。何があったのか尋ねるが、すごく怯えていて、話にならない。通報者はどこだ？と考えた警官たちは、付近の捜索と並行して、引き続き家内を捜索したのだと。じいちゃんはリビングで、何か紙のようなものが燃えてるのを発見して、それを手に取ったタイミングで、室内に置かれた電話が鳴った。最初、電話は無視していたけど、あまりにもしつこくなるので、同僚の警官が出たらしい。するとそいつは、は？みたいな感じで、しばらく聞いていたかと思うと、いたずらか？お前は誰だ？と声を荒げ出す。ついに切れた警官は電話を切ってしまったと。じいちゃんが、どうした？と聞くと、警官は、いたずらです。それにしても立ちが悪い。と言って、言葉を濁す。そうして話していると、他の部屋を捜索している、女性警官の悲鳴が聞こえた。じいちゃんは何かあったのかと、急いで向かったんだ。向かった部屋は寝室で、大きな窓がついていた。その窓は全開になっていて、外から、強風と雨が室内に入り込み、カーテンが、バタバタ揺れていたんだと。部屋の隅では、女性警官が、へたり込んで嘔吐していた。何があったのかと聞くと、カーテンがふわっと動いたかと思うと、人型に膨らみ、こちらに向かって手を伸ばし、そして消えたという。そこから、不思議なことばかり起こった。現場検証のため、撮影しようとすると、カメラが故障したり、警官の数名が、気分が悪いと言って退出したりした。また、その後、夜になると、毎日あの部屋の夢を見る、とか、誰かに見られている気がする、など、そういったことを訴える警官が続出した。特に症状がひどかったのが、リビングで電話に出た警官だった。そして、数日経っても、通報者だと思われる若い女の人は、見つからなかった。その部屋に住んでいた保護者に話を聞くと、シングルマザーで、父親はいない。一緒に住んでいたのは、9歳になる娘と、3歳の息子、そして、15歳の長女がいる。通報者は、この、15歳の長女だと判断して、捜索が始まったが、半径数キロ以内をくまなく探しても見つからない。じいちゃんは長女の行方を追うと、彼女の同級生や知人に話を聞いたらしい。すると、最近になって、目に見えて様子がおかしく、霊が見える。とか、帰ってもらうのに失敗した。とか、私はもうすぐいなくなる。などと、周囲に漏らしていたことがわかった。少女が失踪して、憔悴する母親にも話を聞いた。何でもいいので、手がかりになることを知りませんか？どんな些細なことでも構いません。そう言って、じいちゃんは話を聞いた。すると母親は、同級生たちと同様に、最近、娘の様子がおかしかったと言い出した。言葉だけでなく、体におかしなあざができたり、目がうつろになってきて、母親は、娘が、シンナーとかをやっているのでは？と考え、娘の室内を捜索したが、何も出てこず、
結局、思春期特有の妄想か何かで、体にも異常をきたしてしまったのかと考えた。当時は、まだ、精神疾患とかを疑うことをあまりしなかったようで、病院には連れて行かず、経過を観察していたらしい。その矢先、娘が失踪してしまった。今、大変後悔している。もっと、娘の話を聞いてあげれば。そう言って母親は、しくしくと泣き晴らす。じいちゃんは、これは、がぜん見つけて、安心させてやらねばならんと、腹をくくったらしい。じいちゃんは、失踪した娘を、毎日必死に探したが、見つからない。そうこうしているうちに、リビングで電話を取った警官が退職。そして、悲鳴を上げて嘔吐していた女性警官が、休職したという話を聞いた。心配になったじいちゃんは、退職してしまったという警官の実家まで、足を運んだ。そこには、やつれ切った、元同僚の姿があった。彼は、毎日夢を見るんです。毎日です。と言い、あの電話さえ取らなければ、と泣き出した。詳しく話を聞くと、夢の中で毎日自分はあの部屋のリビングにいて、じいちゃんが燃えかすの紙を拾ったタイミングで電話が鳴る。そしてそれに出る。そこから聞こえるのは、いつも同じ。まるであの日を永遠ループしているような錯覚に陥って、気が変になりそうだと語った。電話で何が聞こえたんだ、とじいちゃんは聞く。内容は奇妙だった。少女が、警察に通報している内容そのままだったという。もしもし、110番です。どうかしましたか？助けて。部屋に誰かいるの。落ち着いてください。誰がいるんですか？わからない、わからない、誰かいる。すぐ向かいます。住所は言えますか？住所は〇〇〇で。まるでテープレコーダーに録音した内容を、そのまま流しているような話が、一方的に聞こえる。そして、電話のすぐそばで物音や悲鳴、小さな囁き声が。そんな夢を、毎日見るというのだ。最初は気にしてなかったけど、その日を境に、寝てなくても、フラッシュバックのように、日中、気づいたら、その部屋で電話に出る光景を見るようになり、その感覚は、どんどん短くなっていく。そして、電話の先で、ノイズのように聞こえていた囁き声が、少しずつ明瞭になっていき、今では、はっきり聞こえる。自分は怖いです、〇〇さん。警官は、そう言って泣いた。そんなバカな話があるか？じいちゃんはそう思ったらしいが、退職したとはいえ、屈強な警官の男が泣いている事実は、異常だと考えて、署に戻って通報を録音したテープを聞く必要があるなと思いつく。元同僚には、また来ると告げて、じいちゃんは署に戻り、テープを聞いた。内容は、元同僚が語るものと完全に一致した。一言一句同じなのだ。そんなことがあるのか？それとも、このテープをあいつも聞いていて、それで同じなのか？そう考えたじいちゃんは、テープを保管している担当者に話を聞いたが、元同僚が、このテープを聞いたことはないはずだと話す。じいちゃんは、この時から、少しずつ怖くなってきたと言っていた。しばらくして、声紋照合の結果が出た。まず、通報の電話に混じっている物音、これは、電話から、数メートル内で聞こえている。そして、何かの囁き声に悲鳴。これは、1メートル以内、しかも、電話のすぐそばで聞こえている。声の波長は、少女のものでも、母親のものでもない。女の声のようにも聞こえるが、50代くらいの中年男性の声だという結果が出た。この頃から警官たちは、もうこの事件には関わりたくない、というものが続出していて、捜索の続行が困難になっていた。現場に上がった大半があの部屋の夢を見るようになるという噂が広がっていて、気味が悪い。関わりたくないと、そんなこともあった。マンションに行った警官2名が、母親と話しているとリビングで大きな物音がして見に行くと、包丁が壁に刺さっていたという。その後、徹底的に室内を捜索したが、自分たち以外、誰かがいた形跡は一切なし。その他にも、トイレの水が急に流れる、チャイムが連続して鳴る、クローゼットの扉が突然開く、などの怪現象が続々と起こり、警官たちの多くが、実際にそれを間近で確認した。じいちゃんをはじめ、警官たちは、これはもう、科学では説明できないと思い出した。不可思議な現象の多くを、否定できるものがなく、実際に体験までしている。退職者や休職者、そこまで行かなくても、もうあの家に行きたくないと、直訴する者も多くいて、歯止めが効かない。そうこう手をこまねいているうちに、通報を録音したテープの声質が変わっていると聞く。多くの警官の立ち会いのもと、テープを確認すると、通報者とそれを応対した警官の両方の声が、中年男性のものへと変わっていた。そして最後の悲鳴は、少女のものだった。警察は、引き続き、失踪した少女を捜索するとしたが、数々の不可思議な現象の解明を完全に諦めた。通報現場への立ち入りも禁止され、署が設立以来初めての心霊事件だと認め、お蔵入り。
じいちゃんもこれは単なる少女の失踪事件で、それ以上は口外しないよう口止めされ、今まで誰にも話したことはなかったと言った。少女が失踪したのは、京都北部の田舎だが、まだ見つかってない。占い。有名な占い師に占ってもらおうとしたら、あなたはいいの。と言われ、占ってもらえず、その後死んだ、みたいな話あるよね。私も、それ言われたことある。友人に連れられて、経験は石の、有名な観光地に遊びに行った時のこと。赤レンガで有名な観光スポットでやってたビアフェスに行ったんだけど、漫画の影響で長蛇の列、数時間待ちと言われたので諦めた。代わりに、その近くのショッピングモールで買い物して帰ろうってことになった。そこに、占いの館?というほどでもないんだけど、一角を仕切りで囲った程度の占いスポットみたいなところがあった。友人が占いやってみたい、というので立ち寄った。中に入った瞬間、占い師の人が私の顔を見て、ビクッとした。ギャグかよ、っていうくらいわかりやすく動揺してた。その後、友人が占ってもらう席に座り、私はその横の友人席的なところに座った。まあ、占ってもらったことがないので、それが普通なのかもしれないけど、占い師の女性は、絶対に私のことを見なかった。終始、友人にだけ視線を向け、なんか、暗に、友人関係を見直した方がいい。的なことを言ってた。こういう関係が滞っている。新しい出会いを探すべき。とか、古い関係は断ち切り、新しい風を入れると運気が上がる。とか、イラッとしたんだけど、黙って聞いてた。友人も、なんとなく嫌な空気を察したのか。友人いる横で、そういうこと言います?とか笑いつつ、ちょっと怒った感じで返してた。そしたら占い師の人が突然、ガッとこっちを向いて。あなた、この子はすごくいい子だよ。お願いだから離れてあげて。って言ったのよ。友人も私も驚いて、一瞬固まった。そしたら占い師の人が、この子が好きなら、離れなさい。って真剣な顔で言うの。意味がわからなくて、ボカーンとしてたら、友人が、失礼すぎますよ。何なんですか?って怒ってた。そのまま叩きつけるようにお会計して、分スカしながらその場を後にした。友人とは、何なのあのババア。と言いつつ、近くの飲み屋街でカラオケしつつ、ガンガン飲んだ。その友人は、その3年後に、女性特有のガンで亡くなった。20代前半だったので、あっという間だった。彼女が亡くなる前、私は結婚してた。彼女が亡くなった時、一番支えてくれたのは、夫だった。彼女が亡くなって数年後、だいぶ立ち直った私を、夫が旅行に誘ってくれた。N 県の中華街でやっているお祭りを見に行った。そこでも、占いの館?的なお店はあったけど、彼女のことがトラウマになってたし、そもそも占いなんて信じてなかったので、行かなかった。夫も私も、飲むのが大好きだったので、その日はお祭り会場近くの中華料理屋に入って、たくさん飲もうね、という感じだった。そして、評判の良かった中華料理屋に入ったところで、そのお店のおばあさんに、ぎょっと見られたのを感じた。夫も感じたようで、出る?と聞いてくれたんだけど、楽しみにしていたお店だし、と思って、そのまま着席。店にいる間、終始、おばあさんの視線は感じたものの、お料理もお酒も、期待以上に美味しくて、大満足。夫も私もほろ酔いで、入店した時の違和感は、どうでもよくなってた。たくさん飲み食いして、そろそろお会計を、というタイミングで、九段のおばあさんがこっちへ来た。ニコニコしつつ、本日はありがとうございます。と言いながら、私は、ああ、前のことがあったから、変に神経質になってたのか、と思った。夫も同じようだったみたいで、ニコニコしながら、本当に美味しかったです。ごちそうさまです。と言いながら、レジに向かった。私もお礼を言いつつ、荷物を手に取り、立とうとした瞬間、あんたは、人と深く関わっちゃいけないよ。あの人、すごくいい人。好きなら離れなさい。と、突然低い声でおばあさんが喋った。ポカーンとしている間に、それを聞いてたお店の奥さんに、おばあちゃん、ごめんなさいね。最近ちょっとボケてて。って言われながら、お店の奥に引っ張って連れて行かれた。会計を済ませた夫が、妙な空気を察して、大丈夫?と言ってくれたけど、大丈夫としか言いようがなくて、そのままホテルに戻った。夫はその2年後、膵臓癌で亡くなった。まだ20代だった。実は、私の母も父も、私が10代の頃、癌で他界している。面倒を見てくれた祖母も、私が10代の時に癌になったが、年齢的に進行が遅く、大学を卒業する年までは、なんとか一緒にいてくれた。そして今、結婚を前提に、と交際を申し込んでくれている男性がいる。過去、夫を亡くしていることを知った上での申し出、
とてもいい人で、彼も私も、まだギリギリ20代。まだやり直せるのかもしれないと思いつつ、占いなんてバカバカしいと思いつつ、どうしても二人の女性に言われた。あの人はいい人、あなたは離れた方がいい。という言葉に囚われてしまっている気がする。占いなんて信じる必要ないですよね。春休みに夜行列車に乗った。もう20年以上前の話。大学の友人と貧乏旅行を楽しんでいて、春休みに夜行列車に乗った。夜行といっても寝台ではなく、座席の各駅停車。俺らと同じような学生などで全車ほぼ満席。俺と友人はボックス席の窓際に向かい合わせで陣取っていた。大学の同学年の女の子の話などしていると、途中駅で乗ってきた客の一人に見るからにおかしい奴がいた。20代後半から30代くらいの男で、薄汚れたシャツにボサボサ頭。首にはなんだか大きなアクセサリーをつけている。しかしなぜか笑顔で見知らぬ他の乗客に愛想を振りまきながら、俺たちの座席の通路を挟んだ向こう側の空席に腰掛けた。そいつの隣には俺らと同年代くらいの女の子。そいつは座った途端にその女の子に何やら話しかけ、女の子は嫌そうな顔をしている。俺らはなんだあいつ、慣れ慣れしいし臭いし最悪だな、みたいなことをこそこそ言い合った。話しかけられたら厄介なので、俺らは眠ったふりをすることにした。と、それを察したのか、女の子に相手にされなかったそいつは、今度は俺らに話しかけてきた。どこまで行かれるんですか？眠ったふりを仕掛けた俺らに、容赦なく愛想を振りまき、接触を試みるそいつ。いやぁ、紀伊半島を回ろうかと、仕方なく答える俺たち。そうですかー、あの辺はいろいろ問題の多い場所がありますからねー。などと、何の脈絡もなく、意味不明な話を始めるそいつ。聞けば聞きたくはなかったが、そいつが勝手に語り始めた。そいつは占いを生業としていて、全国各地に赴いて占いやら除霊やらをして回っているらしい。それまで厄介とばかり思っていた俺らだが、除霊と聞いて色めきだった。俺らもそういう話は好きだったからだ。列車はちょうど曰くありで知られる長いトンネルを通過していた。このトンネルね、前に通った時馬に乗った落ち武者が並走してるのを窓の外に見たことあってね、などと平然と解説するそいつ。まあこの時点では嘘でも本当でも長い夜行列車のお供にと面白半分で聞いていたんだけど、そいつはこれも何かの縁、お二人を占いましょうと言い出す。占いを信じるわけではないが、やはり面白そうなので乗ってみることに。まず俺、白くて尻尾をピッと立てた犬が見えますね。この一週間前に自宅で飼っていた白池の犬が死んでいた。そんな話はその占い師はもちろん友人にさえしていなかったし、犬に関するものを身につけていたとかそんなこともなかった。よくお分かりで、実はあなたを守っているようですよと占い師は言った。真偽のほどは何とも言えないが、言い当てられたことに心当たりはあるし、悪い話ではない。友人もある程度心当たりのあることを言い当てられていた。まあそんなこんなで、初めは厄介に思っていた俺らもそいつの話に引き込まれていた。話は心霊のことになり、全国を回って除霊しているエピソードをいくつか聞いた。俺は、俺らの大学のある県内で何かなかったかと聞いてみた。すると、とある専門学校の校内で、校舎の屋上から女子学生が飛び降りし、図を遂げ、それが自爆霊となってしまったのを払った、とのことだった。どこの学校かと尋ねると、なんとそれは、俺らが通ってる大学に併設されている専門学校ではないか。もちろん、俺らの大学の話など、そいつには一切していないし、その話を聞いた時も、驚きつつも友人と目配せをしただけで、口には出していない。占いと同じで、俺らの大学が分かったのか、それとも単に話が偶然だったのかは分からない。ただ、大学で、自殺者があったなどという話は、聞いたことがなかったし、作り話か、別の学校の話であろうと、後で友人と笑った。そんな話で盛り上がった我々だったが、夜も深い時間になり、翌日のこともあるので、そろそろ休もうということになった。占い師は、もし何か相談したいことがあったら、どうぞ。と、手帳の切れ端に汚い字で名前と電話番号を記して俺に渡した。朝を迎え、目が覚めてほどなく俺らの降りる駅に列車が到着したので、そいつに軽く挨拶をして、俺らは列車を降りた。休みが明け、さらに数ヶ月したある日、俺は学園祭の打ち合わせで、学生会の連中と話し込んでいた。九段の夜行列車の占い師のことなど忘れていた俺は、はっと息を呑むような話を耳にする。大学の事情に詳しい学生会の幹部をやっている奴が、そういえば2年ほど前に、専門学校で自殺があったのを知っているか？
というのだ。話によれば、うつ気味だった専門学校の女子学生が、校舎の屋上から飛び降りて死亡したが、問題になるのを恐れて学校を管理する学園が、観光令を引いた、ということだった。俺はあの占い師の語ったことを思い出した。そいつが語ったことは本当だったのだ。すぐさま、同行していた友人にその事実を伝えると、友人も言葉を失った。後日、事実があったとされる現場に、その友人とこわごわながらも行ってみた。特に何があったわけでもないが、占い師が語った現場の状況が一致していた。校舎の立つ敷地の外周にあるコンクリート塀。事実した女子学生はそこに激突して即死したらしいが、その塀についてしまったという、占い師の話と重なる。俺たちはそれを互いに確認し、現場に立ち尽くしてしまった。痩せない理由。去年の夏の出来事です。最近、自分のお腹周りが気になり始め、ウォーキングを始めた頃でした。仕事柄、昼間から21時頃まで忙しいので、早朝か深夜の時間帯で歩くと決めました。しかし、早朝の眠気に勝てず、いつも深夜に小1時間ほど歩いていました。学生時代によく聴いていた歌を聴きながら、車も人通りも少ない道を歩くのは、なんだか気持ちのいいものでした。数ヶ月が経った頃、深夜になっても気温が下がらず、いつも以上に汗をかく毎日でした。内心、たくさん汗もかいて、節制した生活を送っているのだから、いくらか成果は出ているだろう、と。しかし、体重は増えていました。体重計でも壊れているんじゃないかと思うほど、体重は増え、不思議でした。体重が増えることを、会社の同僚に、面白話として話しました。すると、大概の人は、笑ってくれました。しかし、一人だけ、笑わずに、神妙な顔をした人物がいました。仮に、A さんとします。私は A さんに、どうしたの?と声をかけました。すると A さんは、体重が増える原因は、後ろにいる女性のせいだと思う。と、神妙な顔のまま、小さな声で話してくれました。私は、A さんの冗談だと思い、笑って済ませました。A さんの話に、ちゃんと耳を傾けておけばよかったと、すぐに後悔します。状況が変わったのは、私が同僚に話した面白話が、部長の耳にまで届いたことです。部長は私に、ウォーキング中の動画を撮る条件で、3日で 1kg でも痩せたら、筋一風をあげるよ、と持ちかけてきました。もちろん、私が歩いている姿を見て、みんなで笑う魂胆なのは分かっていました。しかし、筋一風に惹かれた私は、快諾してしまいました。まさか、あんな恐ろしい映像が映るとも思わずに。部長と話した夜から、いつもより長い距離をウォーキングしました。ダメ押しで筋トレの回数も増やし、サウナで汗も流しました。最終的には、2日目の夜から体重測定するまでの間、何も食べずに過ごしました。私は、さすがにここまでやれば痩せているだろう、と思っていました。仕事が終わり、体重測定の時間が来ました。私は、運動も、軽い断食もしたから、痩せていると思っていました。しかし、体重計を目の前にすると、軽く緊張をしていました。ゆっくり体重計に乗ると、なんと、5kg も太っていました。部長を含め、全員大爆笑しています。しかし、前回と同じく、A さんだけは笑っていません。部長は私に、ウォーキング中の動画を見せてみろよ。と、まるで私がウォーキングしていないと決めつけた言い草でした。私は、少しムッとしながら、会社のテレビに携帯をつないで、ウォーキング中の動画を流しました。全員、ちゃんと歩いているな、と感心してくれました。しかし、一人の同僚が、再生時間長すぎないか?と異変に気づきました。私は、普段より長く歩いたからかな、と答えました。しかし、時間表示は、6時間を超えています。A さん以外は、停止するの忘れたんじゃない?と話していました。私含め、全員気になったので、残り5分まで、早送りしました。2時間ほどは、ウォーキング中の映像でした。あとは、帰宅して、シャワーを浴びに行く私の姿。サラダを食べる私の姿。と、普段通りの私の姿が流れています。間もなく、電気を消して、就寝する私の姿。眠りについた頃から、誰も予想していなかった映像が流れました。映像の内容は、朝方、私がゆっくりと起き上がり、冷蔵庫を開けて、むしゃむしゃと食べ物を食べている姿。それを見て、全員が黙ります。なぜなら、私は目を閉じて、信じられないほど大きな口を開けて、食べ物を食べているからです。まるで、何かに取り憑かれた人でした。親と同居していたため、冷蔵庫には食べ物はたくさんありました。しかし、自分が無意識で暴食を行っていたなんて、信じられません。動画が終わるタイミングで、みんなが悲鳴を上げました。理由は、私に被る感じで女性の姿が映ったからです。映っている時間は、2秒ほどでした。しかし、はっきりと映っていました。
確実に私と同化していました。A さんはテレビ画面を見つめながら、ほらね、だから言ったでしょ、とつぶやきました。翌日、急いでお寺にお祓いをしに行きました。何も状況を説明していないお坊さんから、戦時中に飢えに苦しんだ女性がついている、と言われ、ゾッとしました。あなた、私が見えるんですか？おととい、こんなことがありました。いつも使用している駅のタクシー乗り場に、一人の男性が立っていた。私もタクシーに乗りたかったので、彼の後ろに並んだ。友人と電話をしていたので、ちょっと距離を空けて並んでいた。タクシーが、なぜか私の目の前に止まり、ドアを開けた。携帯で話をしながら、ちらりと前の男性を見たが、彼はタクシーに乗ろうとしないし、ぼーっと遠くを見ているようだった。私が電話越しに、とても急いでいると話していたのが聞こえ、彼が譲ってくれているのかな？と思った私は、電話を切り、前の男性に軽く会釈をして、タクシーに乗った。すると男性は、大きく目を開け、あなた、私が見えるんですか？と叫んだ。ポカンとしていると、彼は駆け寄ってきた。しかし、タクシーのドアは閉まり、トロトロと進み出した。見えるんですね、待ってください。僕は、どうすればいいんでしょうか。3年もこのままなんです。と、彼は走りながら、タクシーの窓を叩き叫んでいたが、タクシーはスピードを上げ、あっという間に彼は見えなくなった。このタクシーの運転手はもちろん、周りの人たちは、あんなに大声で叫んでいた彼に、全くの無反応。あの男性が、ただの変質者だとは思えません。私は、今まで幽霊なんて見たこともなかったので、その時は本当にポカンとなり、ぼーっとドラマのように、タクシーを追いかけている男性を見ていました。彼が見えなくなってから、はっと我に返り、運転手さんに、今の人、何だったんですかね？と聞いて、はい、どうかされました？と言われて、初めて怖くなりました。これから、またその駅に行かなければなりません。すごく怖いんですけど、ばったり会ったらどうすればいいですかね？怖め、興味深い話よね。ああ、幽霊は見える人についてくるって聞いたことあるけど、こういうことなんだな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか？ 1話目、当時警官だったじいちゃんの怖い話する。 2話目、占い。 3話目、春休みに夜行列車に乗った。 4話目、痩せない理由。5話目、あなた私が見えるんですか？6、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。